今回は2015年3月の試合目標と現在の状況について話します。今月の試合で試したいことは、今年から体の使い方を変える決断をして、前回の試合でその効果の確認と修正点を見つけることができたので、今回はそれを踏まえて体の使い方、練習方法が合っているのかの確認をしようと思います。体の使い方を変えた実感っていうのは前回の試合ではあまりなかったのですが、今月に入って少しずつ実感できるようになりました。それと同時に、この体の使い方の奥深さと、まだまだできてないことが多すぎることに気づいて、今もいろいろ試行錯誤して少しずつチャレンジしています。その中でもヒントを得ることができたのは、ローカル筋トレーニング、神経と筋肉のつながりを促す最強メソッドって本です。この本にローカル筋とグローバル筋の違いが載っていて、自分のトレーニング後の感覚とこの本の内容が合っていました。その感覚っていうのは言い表しづらいんですが、自分の体が遠くなるっていうか、鍛えれば鍛えるほど繊細で細やかな動きから離れていくっていうような感覚です。その感覚がグローバル筋の説明と目指しているローカル筋の説明に納得できたので、動き作りに悩んでいる方は参考になると思います。メンタル面については、前回の試合前にようやく楽しみな感じになれてスタートラインに立てた感じがしたので、今回はいいスタートダッシュが切れたってわけにはならず、申し込み用紙に記入する際に不安感というか、挑戦したいんだけどって感じに襲われて日々悩んでいました。特に申し込み用紙を送る直前は悩んで郵便局の前を何度も何度もうろうろしてしまいました。こんな感じで毎日不安な日々を過ごしていたのですが、先日動画を見ている方からメッセージが届いて、頑張ろうって思うことができました。そのメッセージの内容は、僕の過去の動画に悩みや共感があって、お互い頑張りましょうって内容でした。このように人が発する言葉一つ、文章一つとっても、人の心がいい方向に動きます。今回メッセージをくれたあなたの言葉は、僕の心をいい方向に動かしてくれました。ありがとうございます。それでは今回の試合前のエピソードはこの辺で終わります。前回の試合前の状況、今年の体の使い方の目標は説明文にリンクを貼っておくので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。それと今回も Facebook や Twitter でコメントまたはメッセージ待ってます。それでは今日この辺で、ありがとうございました。